挟み撃ち。スターターボックスで登場した、初期のトラップカードの1枚。このカードの登場時点で、トラップカードは落とし穴のみ。同じボックスの、ドラゴン族封印の壺に次いで、OCG3 枚目のトラップカードとなる。スターターボックスは、劇場限定版と通常版があり、ハサミ撃ちはどちらにも収録されていたが、お世辞にも使い勝手の良い効果ではなかった。しかし、スターターボックスのみでお互いがデッキを組んだ場合、サンダーボルトが手札になく、また、切り札のブルーアイズホワイトドラゴンが、ドラゴン族封印の壺の効果で、守備表示にされると、守備力2500の壁を超えられる、高い攻撃力を持ったモンスターがいないため、膠着した戦況を動かす選択肢として、ハサミ撃ちが十分考えられた。スターターボックスまでに販売されていた、ボリューム1とブースター1の最強カードが、ブラックマジシャンで、攻撃力が2500のため、こちらも強化なしでは、ブルーアイズホワイトドラゴンを突破できない。そもそもブラックマジシャンがないなど、あるもので対策するしかなかったのである。アニメ、5Ds の121は、奇跡の切り札、眠れる巨人図神にて、チーム対応のリーダー、山下太郎が使用し、クロウホーガンの使用する、ブラックフェザードラゴンを破壊している。